プライア先生、その、何とは言わないけど大きくない。やっぱ改めて見ると大きいよな、ピアス。首を横に傾けた時顔と肩でサンドイッチしてブスーって刺さりそう。本意ながら引っかかってあーってなってるのを見たら燃えてしまう。今のアニポケだとワンチャン人としての器も大きくなりそう。レホ戦も先生としての素晴らしい器を見せてくれたからな。なんでや別に気は小さくないやろ。器は多分小さくはないんだよ。ここまで誰もおっぱいの話をしていないのである。大きすぎてちぎれないか心配になる。耳たぶが刺さったら痛そう。正直今まで恥ずかしくて言えなかったんだけど、ずっとブライア先生のクソデカなイヤリングについて語りたかったんで助かる。あれ何かで伏線回収される要素じゃなかったんかい。イヤリングでもピアスでもヤバい大きさなのくさ。イヤリングなら絶対今まで100回くらい落としてるし、ピアスなら100回くらい引っ掛けてちぎれてるんだわ。軽い素材だとしてもあの大きさを耳につけたら思い知りたい。ブライア先生もしっかりポケモン世界の人間なんだなと。ようやくブライア先生についてまともに考察できそうで何より、あのメガネかけてるジニア先生と並んだ時の意味深感が面白くて好き。あの耳飾りってヘザー一族の中で代々受け継がれてたものなんだろ。なんでピアスについてデイツ中入るんだって思ったけど、なるほどな。やばい代物かもしれないもんな。でケイモンブラブラさせやがってよ。おっぱいとおっぱいにまず目が行くけど、改めて見るとそのクソでかいイヤリングなんなんだよ。海外のセレブでもなかなかそのサイズはいないぞ。父もっと持ってもええわ。でも普通体型で考えたらポケモンの女キャラで一番でかいまであるぞ。サイズだけ見たらメロンさんとかビッケさんとかアロエさんあたりのブライア先生よりでかい人はいるけど、ボンキュッポンでここまででかいのはそうそういないやろな。90年代くらいのアニメだとこういうクソデカ謎イヤリングよく見たよね。全体で見たら小さく見えるかもしれないから、確かによく考えたらうるせえほどテラスタル主張激しいなこのイヤリング。イヤリングを使った自己テラスタルが奥の手であるから、北上でも一人で山登りできたんだよね。ブライア先生、ありがとうございます。見るだけでたまらん。可愛いお顔してますね、オメガ。顔に当たってチクチクしそうだよね。